お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら見ていただきたい、なんと8000ね到達いたしました。展開ですね、まあ、なんとか8000ほんと来れてよかったなと思うので、ちょっとね8000到達した今日リップ紹介ね、いろいろやっていこうかなと思います。でデッキはねもう流行りまくってる、流行りすぎ最強ねドリルウォールブレーカーデッキですね。もうこれでみんな爆上げしてます。ぜひねまだ使ってない方、本当に強いので騙されたと思ってね使ってみてください。ちなみになんですけど、配信中にね8000行ったんですけども、7800からね始めて1時間でね、展開行こうっていうね、目標で配信やったら本当に1時間で200上がってね、8000いけるぐらい結構一瞬でトラ上がりますし安定感ありますし強いので本当に使ってください。というわけで、まあ、履歴見ていくんですけど、まあ、エレジャイと三種がなんかたまたまかもしれないけどめっちゃ当たったで、絶対なんか取んねえよなっていうのとかと当たりつつ、まあ、あとはもうミラー対決も多いですね。はい、もう流行ってるからこその、ミラー対決も制しつつ、まあ、いろんなデッキ当たりながら、で、まあ、勝ったって感じかな。この1時間なので、本当にね、ここですね。1時間前、まあ、7824とか、その辺にいて1時間でね、トロをぶち上げましたよっていう感じで、まあ、マッチングできないのは、まあ、こんな感じかなと思いますので、まあ、上の方のリプレイね、勝ったやつ5本ほど、紹介できればなと思います。まあ一番ね8000到達した試合から、はい、見に行ければなと思います。で、エレジャイなんですけど、正直結構相性がいいとは思ってはいます。相性いいと思ってるんですけど、めっちゃ負けそうでしたというか、上位にこの高回転ドリルと同じぐらいエレジャイがめっちゃいるんですよ。なので多分エレジャイも多分このデッキに対して戦えないことはない。でも相性自体はちょっとね僕のドリルの方がいいと思ってます。相手もね怒ってますね、やっぱ俺の相性悪いなって、はい、なってるので相性いいと思うんですけど、なんかインドラとかなんかマザーネクロとか、あと一応僕のゴブドリに対してのダークプリンスボンバーウォールブレイカーに対して、ゴブオリもあるんでねっていうのは結構意外と受けがあるので、相手もこんな感じで、まあ俺の攻撃も入んねえよっていうので、まあお互い通らないって感じかな。ですが僕の方がちょっと回転が早いんですよね。なので、もうドリル飛ばせるんですよ。これがね、このデッキの強み。相手に、このデッキのメタですね、バルキリーとかダックピーとか持ってても、2周目、3周目が強すぎて、全然戦えるよねっていうので、まあ、このデッキの強い部分かなと思うんですけど、この相手の受けもうまいですよね。こう、完全に受けるのが難しいから、マザーネクロで許容しながらのこのカウンターね、こういう立ち回りするとね、ちょっと嫌ですね。で、僕は、これエレジャイを溶かすのにバルキリーを絶対当てないといけないんですよ。じゃないとエレジャイマジこいつタフなんでね、 HP 超高いので当てないといけないんですけど、もうそれを読んでの早めのインドラがねマジでうまかったっすね。こういうのもちょっと怖いんでね、ファイバーからの丁寧にね受けてあげますっていうので、もうマジかと思って、なんか今までエレジャイ結構余裕だったんですよ、急にですね。いやうめえと思って、この人はもうすでにね8000とか言ってました。トロ高い方ですね。ファースト、有名な方です。で、ここですでに4アド取られてますね。で、この手札の時に4アド取られてますので、こういったところでドリルとかを飛ばしてしまうと、4アド取られてるのに攻めてるので、単純にカウンター来て積みますので、エリクサー、あれ？俺まだコスト6しかないのに相手の方が先に出したなってことは、言っちゃえば相手のコストが多いわけなんですよ。もうそれでエリクサー把握ができるわけなんですよね。簡単です。なので、一旦そういう時は防衛から入りますね。で、相手がダックプリ咲いたなと思ったので、多分ドリルで攻めてますね。で、ウォールブレイカーもうまく使いつつ、攻めながら回転が速いので、またテスラ、そしてバルキリーとかで守っていくのかなと思います。まあ、こんな感じで、相手が攻めてきた時に、守れそうだなっていう時とか、ダックプリとかね、ボンバーとか、ゴブドリの受けを咲いたなって時には、積極的に飛ばしてもいいと思います。で、ここで、相手がケツエリジャーしてるんで、僕は4ワードぐらい取られてるんですよ。だからここは、ドリルじゃなくて、まあ、ウォールブレイカーぐらいならね、いいだろうっていう。ここで別にユニット探してもこのテスラでね回収できるので、大きなエリクサーのね損はしないよねっていうので、さあ後ろからねまたボンバーとあとバリキリとか出して防衛しますね。さあ相手は積極的にライトニングってきますね。ここ本当は多分ねテスラ置いた方が良かったんですよね。これ相手のボンバーめちゃくちゃうまくてね、ドリルを破壊する用ので、ちょっと怖くて僕も多分焦ってテスラ出したんですけど、このテスラもねすぐに行かれて、いやめっちゃ押されてんですよ。まだダメージ的には結構トントンですか。相手が、まあ、防衛もね意識しつつダメージトントンです。でここの1周目のオールブレーカーで本当はいろいろ使わせたいんですよね。で2周目、そして3周目で突破したいという、まあ、投げるだけなんですけど、投げるタイミングが重要だよねっていう話ですよね。今ボンバー咲いたのでダークプリンスしかいないんですよね、受けが。
だから、まあ、一旦守ってダックプリってことはドリル単体だと簡単に食らえてしまうので、ドリルプラスウォールブレーカーで行くと2枚ね相手は裂かないといけない、てか絶対守れないので、ここで2枚攻めていくと相手2枚使わせられるので、このカウンターがね基本来ない。ここで始める時代来たとかもしかしたら怖かったですけど、まあ言うて守れるか、テスラが超強いんでね。で相手はもうここからねライトニングケスリー始めてます。これマジで嫌だったな。なんかライトニングって思ったよりダメージあるんですよ。で相手も早い。でも相手のこれ見て、ボンバーバカなの。バカだから言ったらダメだけどね、なんかウォールブレーカーに対して爆弾外してたんですよね。あれがマジでかくて、このファイブからのトリネ使わせてちょっと流れが今変わってきてます。で僕はもう攻めるしかないので、もう2攻めて、でライトニング多分364ぐらいなんですよ。だから391ギリ耐えるんですね。トルネライトで終わるんですよ。相手もでもこう絶対ね守んなきゃいけないので、トルネライトの9コス溜まるまでに急いで攻めて、ライトニングで次のこのトルネでね僕ギリ負けてたんですけど、ドリルの生まれた瞬間の、ダメージとか、ファイブとかでなんとか勝てましたよっていうので、これでねタワー9残ってましたっけ、見忘れてたんですけど、今ので8000到達でございます。いやマジでねギリギリでしたけど、結構ね相性はいいと思うんですよね。さあ続いてパンドラですね。パンドラが3質感とかめっちゃ珍しいですよ。まあ、日本でもう最近ねブイブイ言わしてる、マジでめっちゃうまいっすよ。何でも使えます。ちなみにそうというね3子なんですけど、3子ね、あの海外のプレイヤーぶっちゃけほぼ使ってないですね。日本でなんか3子うまい方がやっぱ多いんですよね。でいろんな30子使いが30子使っててっていうので、この人もね今使ってるというわけなんですけど、まあ相性が多分ねいいと思うんですよね。でも3子で上がってるってことは、まあ多少多分このデッキにも勝ち筋があるんだと思うんですけど、結構やってる感じやっぱ負ける気はねしないですよねっていう。まああのエリババとかゴーストとかユーノとかを刺すのが強いんですよ。30子デッキって陸でね、あの30子ほぼ数りで陸でここめちゃくちゃ攻めるのが強いんですけど、そのね陸受けが多いんですよ僕これ。だから相手のね攻めがやっぱなかなか取んないよねっていうので戦います。でですが僕のウォールブレイカーはタルババヒースプで処理されて、あとはゴーストでゴブドリをほぼほぼ守られちゃうので、意外とこうちゃんとねカードを毎回当てられると僕の攻めも通んないよねっていうので、後半だんだんきつくなってくる。まあそんな感じかな。まあエルポンには5打ちますと。で30式来てもまあ守りますよっていう感じかな。バルキリーとかで本当はもう序盤にねもっともっとゴリラみたいにもう攻めまくりたいんですよ。もうえ防衛のこと考えてないじゃんっていうぐらい無限に攻めるのが意外と強かったりするんですけど、ちょっと今回はね丁寧に丁寧にいってますね。でこの今のヒースピ追加もうまいですね。スケで受けてくれだろうっていうね、ちょうど僕もスケで受けたかったんですけど、ヒースピ出されてバルキリー咲かせられたので、ここはあのバルキリーを裂いたことによって30子を守る方法がないんですよ僕は。だからあのヒースピ1枚で世界が当てますよね。まあ、ですがテスラがね強すぎますよっていう。でバルキリーがね回転早いので回ってきますよっていう、こういうねスキャムのトラボとかのうまいですね。さあカウンターで攻めていきます。で両サイドはこんな感じで振りつつね、両サイド振ると意外とね受けが難しいですよね。で相手がこうユニット裂いたのをボンバースケファイスピバルキリーとかちっちゃいので回収していくだけですね。でまたゴブドリとか裂いて、ですがケツっていうか3子とタイミング被るのが嫌なので、まあ、一旦ね守りますね。このバルキリーを裂かせるタイミングの三重子がね厄介ですよね。次のバルキリーを回さないといけないんですね僕は。で5を三重子に打ってないんですけど、まあ、理由としてはあのエリポン置かれるんですよね。エリポン置かれたくないんですよ僕は。だから5を打ってないですね。三子で5打ったらエリポン置かれてあの流れが変わっちゃうんですよね。っていうので、いやこれバルキリーヤンキーすぎっていう。ヒースピ切ったっすよ。それがでかくて、あとはねこのファイボもねエリポンも壊してゴーストもよく奥にやって、ゴブリンめっちゃ刺さってるので結構な神ファイボが決まりましたね。基本的に三子にファイボ打たなくていいですね。なんかこのデッキだと打つ必要がないんですよ。打たずにもうバルキリーファイスピボンバーテスラだから守れちゃうんですよね。ですがもう2倍この時間帯かな、残り多分1分半とか、だからここまで来たら細工打っていいのかな。多分打つ気がするんだけどな、全然打たねえな俺。マジで。まあ3子単体できたらこんな感じでねバルキリーとかで抑えれますので、まあそういう時は打たなくていいですね。さあまだねファイボー全然打たない俺で、ファイボーを咲かせたい相手って感じかな。
ちょっとゴースト受けが嫌ですよね。で、このゴーストにバルキリーとかを割いたら、後ろの三獣士で回収されるよねっていう。多分この辺からね、もう早ぶ打っていきたいと思います。多分、本当にもう2枚3倍になったら、相手がエリポン多分置かないんですよ。もう置いてくるかもしれないけど、多分そんなに、僕のファイボの回転がやっぱ速くなっちゃうから、追いつけるんでね。まあ別にファイボというか、あれですね、エリポン置かれてもいいよねっていうタイミングで、もう三獣士ね、ファイボ打っていくと、ほぼ確実に守れますよね。さあ、ここで攻めていきます。めちゃくちゃ相手のユニットいっぱいいるところにね、投げちゃってます。これやばいっすよね。これマジで、やべえ、やったと思って、終わったかなと思ったんですけど、さあ、これがね、守れちゃうのがもうこのデッキの強さなんですよね。まあ、ファイボね、ほぼ打ってなかったので、こういうところでね、たまに出るファイボもね、強いですよね。で、打っときがないので、確定でね、ヒースピ飛んじゃうんですけど、まあ、関係ねえんですよ。マジでボンバーぶっ壊れ、テスラもぶっ壊れ、下方お願いします、運営さん！マジで確定ぐらいで来ると思いますね。だとマジ、ドリとウォールブレイカー投げて、で、ファイボね、打ってあげて、うん、どすこいどすこいどすこいって感じで、で、あと40で、ゴブリンを押し切って勝ちという、本当に投げるだけなんですよ。マジで、一回投げて。で、続いてミラー対決は、なんかあんま見てて多分思んないんですよね。なので、ちょっとね、バナさんですね。世界一ゴレが上手いと思ってます、個人的に。今のゴレ使いだとね。はい。なんか昔はね、ロイヤルっていう海外のゴレとかの人もいたんですけど、最近あんまいないんでね、そういう海外のちょっと変わったゴレ使いというか、上手いゴレ使いがね。この人はめっちゃ上手いです。もう世界一桁とかもね、取ってるゴレ使いの方です。さあ、で、初手ね、ちょっとボンバーとか咲いて、相手にユニット咲かして、逆サイかな。さあ、もうドリルからのウォールブレイカー。これセットで考えてもらっていいですね。ドリル、ウォールブレイカー一緒にやるだけです。で、このね、これ見て、ウォールブレイカーがボンバーやっつけて、近起動するボンバーがずっと竹取ってるので、ゴブリンがその間にぶん殴って。はい、これでだって1500ダメージですよ。えぐくないですか?6コスとりあえず投げて1600ダメージなんですよね。えぐいんですよね。さあ、これちょっとケツゴレと被ったらいいなっていうタイミングのメガ、あれですね、バルキーですね。で、そのさっきゴブドリウォールブレイカーセットって言ったんですけど、ゴブドリの、なんて言うんだろうな。ゴブドリと逆サイのバルキリーウォールブレイカーも強いです。というのも、まあ、バルキリーがこう流れていって、その同サイドにドリルを投げるんじゃなくて、逆サイドにドリルを投げて、からバルキリーの後ろにウォールブレイカーをね、裂くんですよ。そしたら、バルキリーウォールブレイカーもあるし、片方の単体ゴブドリも止まんないんですよ。両方のなんかね、攻めがめっちゃいい感じになって、かつ、バルキリーの後ろのウォールブレイカーが、バルキリーを押すんですよ。これがね、強いんですよね。後ろから押してあげることによって、バルキリーがね、相手のタワーにめっちゃ走ります。だから、バルキリーのプレッシャーがね、相手に当たって、なんかめっちゃいい感じになるので、バルキリーウォールブレイカー、ぜひやってみてください。さあ、ここはね、ゴーレムを破壊した後に、後衛とまとめて、ファイボーとコウモリ用のね、ファイスピで対応していきます。で、僕はもう両サイド削ってるので、まあ、2-1 プランですよね。もうなんか形やっぱ組まれたら、なかなか守るのむずいよねっていう。のがあるので、もうね、序盤から2-1プランです。さあ、ゴリルのかな？これ相手のもうね、僕はドリル来るタイミングが分かってますよね。僕はもうブッパですよね。何も考えてない。えぐくないですか？相手がだって先読みで明確出してんのに、そこにドリル、バルキリーつけてブッパして、で、ここはもう2-1プランで考えてるので、この右のゴレは守るつもりはないんですよね。なので先にもう右側もっとプレッシャー与えてあげて、守る形は取るんですけど、完璧に守るかって言うとそうではないですね。さあ、守るよと見せながら、ドリルでね、攻めようかなとか思ってるんですけど、俺の中でね、あれ？もしかしたら守れるんじゃねえかっていう、この欲が出ちゃったらね、クララはダメですからね、守れねえのに守れるんじゃねえかとか思ったら、一気に持ってかれるんで、本当に気をつけてくださいね。さあ、ここは、結局捨ててね、1本上げて、まあ、ですが、やっぱ序盤からのね、リードがあって。さあ、ドリルからの、これ、バルキリー・ウォールブレイカーですね。これ強いですね。トゥトゥンってね。相手からしたら、あ、ドリルかと思ってね、受けてやっぱこう、ゴーレムとか出してすると思うんですけど、ドリル飛ばしてからのバルキリー・ウォールブレイカー。最強ですね。絶対に何か入ります。しかも回転早いから、守られても次のやつでね、攻めれるっていうので、まあ、それが強いですね。さあ、続いて、バルーンくんかな？ペッカ・バルーンフリーズですね。で、まあ、バルーンはね、結局テスラがあるから勝てちゃうんですよね。
本当にテスラですね。だからテスラをどれだけバルキリーとかスケとかで延命できるか、テスラをドリルまで使って延命するかとか、まあそういうところがすごい大事になってくると思います。さあ相手が何も出してこないか、俺もう寝たと思ったんですよ。相手寝てるラッキーと思って、さあベビドラ出てきちゃったっすよね。でウォールブレーカーも飛ばしてあげて、これ強いんだよな。で相手にフリーズ防衛を使わせると、そしたらもうこれだけでね、相手のカウンターがほぼ来ないので、でここもねちょっと内側に寄せつつのバルキリーでランバーとベビドラのね両方のターゲットを取ろうとしたら、あのはいドンマイっていうね、多分これやると思うんですよ。逆サイドリルからのバルキリー後ろボールブレーカー、そうこれがマジで強いんですけど、ワライドラかっていうね、これマジでもったいないです。ウォールブレーカーだって右だったら確定で入ってますもん。相手タルと取るね、どっちかしかコストがないので、いやマジでもったいなかったですね。ですがこれが強いんですよね。両方に対応できないんですよね。ほぼどっちかが確定で入ります。ぜひ覚えておいてください。でここはファイスピでライドラのダメージをできるだけ減らしつつの、ボンバーで緊急度ですね。今のファイスピ使ってなかったらライドラ多分3発ぐらい受けてね、タワーがもう1400個とか500とかしかなかったんですよね。なんで1回クッション置くっていうのも大事になってきますね。さあ相手は1回様子見てますね。1枚1枚が重いので大事に使ってますね。でドリルからのウォールブレーカー、もうこれ徹底ですね。バルキリーがいる時だけ逆サイ投げてね。でこれはもうね本当にユニットで受けてあげる、これだけでこれだけで勝てるのか。いやー本当に最強すぎるデッキが生まれましたね。今期なんでね、残りあと1日2日とかだと思いますので、このデッキで暴れる人とこのデッキを絶対ぶっ潰してやる人でね分かれると思うんですけど、ちょっとねトラゲいい感じにやってきてえな。さあテスラでまずはね戦おうぜと。で回転早いから1周目でテスラがもし寄られても2周目でねっていう。でここじゃあペッカをちょっと隅っこにやってライドラから竹取るようにしてるんですよね。地味おしゃポイントです。で、バルーンをてかテスラを延命したいので、こうドリルでね一回バルーンを受けてます。今ドリルで受けたことによって、まあ、2周目のテスラとかはね使わなくて済みましたよねっていうので、さあ相手のケツペックとかぶりつつ、まあ、あとぶん投げるだけですね。本当にいろいろぶん投げるだけなんですけど、コストがめちゃくちゃ低いので、なんか体感バカ攻撃受けてるんですよね自分からしたら。えめっちゃ来るじゃんってなってカウンター行こうと思うんですけど、だってユニットが結局ボンバーウォールブレーカーとかスケファイスピとかなので、思った以上にねあれなんですよね、コストが低いからなんかカウンターとかもね守れちゃうんですよねっていうので守れなかったんですけどね。ここはさあ あれ守れねえなってなって1本あげましたが、まあここからはねまあ攻めるのをやめずにって感じかな。さあいやめっちゃ相性良さそうなんだけどな、相手だって受けないっすもんねドリルので。ボンバーで一回盛りながらもうどんどん攻めてあげますからの真ん中バルキリーウォールブレーカーで、ウォールブレーカーは今回位置変えましたね。相手が毎回ライドラとかでねそう受けてくるってなってたので避けてねあのウォールブレーカー出したんですけど、なんか綺麗にね守られちゃってえぐいです。えぐいぐらいピンチです。これやばいっすよね。ランバーをね、気をつけながら後ろにテスラ出して、で、このね、やばい、いろいろやばいけど、ゴブドリもね、強いよっていう。さあ、ファイボでね、ギリ耐えながら、で、これバルーン一発ならね、ギリ耐えれるよなと思って見てます。よいしょ。いや、これ怖いっすね。これよく落ちますよね。落ちるか落ちないか、もう運ですね。さあ、トルネライドラでね、結構綺麗に防衛されちゃうのが、個人的には苦しい。気づけば、超大量リードしていたダメージがねひっくり返ってます。さあテスラを置いてもう2周目テスラとかで守ろうぜっていう構えしてますね僕は。でドリルの攻めはやめないでね。さあライドラのねダメージとかもチェーンを防ぎつつテスラ置いて、あでもこれトルネもうまいですよね。さあテスラ残ってるよなっていう、これめっちゃ怖いですよね。テスラがもう気分で殴るのやめたらその瞬間終わるんでね。でボンバーもちょっと怖いよねっていう、いやー危ねえ、フリーズかけたらもうどうしようかっていう。で気づけば僕もあの攻めてたのでなんとかね、はい、ダメージが入ってまして、よいしょ、危ないですね。めちゃくちゃギリギリでした。ちょっと怖かったですけどね、やっぱ体育がテスラだけなのでバルーンだけって考えたら止まるんですけど、ドラドラがついてることによってね、あのドラドラまで溶かしきれなくて単純にドラドラがきついよねっていうので、まああとねギリギリになったりすることもありますというわけで、さあラストはペッカちゃんだからいいのかな。ペッカね、このペッカラムめっちゃ流行ってたんですけど結局このゴブドリオールブレーカーに勝てないんですよ。そうダックプリがいて
タルババがいて、意外と強いんじゃないとか思うじゃないですか。ノー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 、通りません。えぐいです。これはあの本当にえぐいぐらいペッカが通んないので、こっちがミスしなければ確定で負けないと思っていいですね。で、僕はドリルウォールブレイカーするだけなんですよ。これ見ててください。多分ドリルからのウォールブレイカーポトッですね。で、できるだけ遅めに出さないと、あのウォールブレイカーが竹取っちゃうんだよ。さあ、これで過剰防衛させられるんですよね。で、なんなら僕回転早いから、次のね、またドリルウォールブレイカーもいけるよねっていうので。さあ、テスラが強いですね。テスラ好きで守ります。で、次のファイスピで、またね、ドリルウォールブレイカー回って、相手はダークプリンスとかがね、ないサイクルなので、ここでね、多分僕今、ブッパすればめっちゃ強いんです。今これ、ドリルウォールブレイカーすればめっちゃ強いの。止まんないの。行け、俺。なんで行かねえねん。行け。いけ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 、行きましたね。で、出た。これバルキリーの逆サイのドリルとバルキリー後ろのウォールブレイカーですね。これをすると、両サイド守れないんですよ。本当に。で、まあ、相手のラブライダーにはテスラで、で、まあ、守られてはいるものの、相手のコストもマジギリギリです。これですね。これぜひ覚えて帰ってもらいたいね、今日は。さあ、ファイスピをね、受けに使いつつ、テスラを延命することによって、テスラで何でも守れますよっていう。テスラ延命すればマジで何でも止まっちゃうんでね。さあ、こっからどうすんだろうな。困ったらケツボンバーとかね、ボンバー出しまくっておけば損ないですからね。で、これには多分ファイブ打つのかな。はいはいはい、さすがにねファイブ打ちます。で、ケツペッカ多分来るよねっていう感じの流れはしてますよね。うん、今度かい。ボンバーかな、ボンバースケでユウの受けつつのカウンターとかウォールブレイカー持ってんな俺。さあ、ドリルとウォールブレイカーで攻めていきつつの、おーい、なんかバルキリーまでめっちゃ攻めてる俺。しかもラブライダー後ろ行ってんので、ここはな、ウォールブレイカーは刺さんないものの、ゴブリンがさ、バカ刺さっていく。相手のダックプリがね、あのバルキリー警戒のダックプリを出しちゃったことによってね、ゴブリンが暴れましたね。で、このペッカーはマジテスラとスケ、あとはボンバーとか出したけどもうエサですねって。いや、マジでね、強すぎるんだよな。で、ここでね、僕なんか逆サイ行ってるんですよね。まあ、あの、多分余裕超えてるのか分かんないんですけど、まあ、ケツペック来たので、気抜きそんなコストがないんで、ね、逆サイで攻めてあげて、で、相手のタルボがちょっと早いんですよね。ゴブリン3、4発許容してもいいので、絶対、壊れた直後のゴブリンも倒せるような、タルボの使い方の方がいいですね。本当に。後からやっぱはみ出てくる。あの3、4体のハミゴブリンがめっちゃ強いので、最初のゴブリンちょっと許容してでも、遅れてからでもウッドとかね、タルババとか使った方がいいです。最初のダメージはしゃあないと思っていいです。で、しゃあないのをね、我慢できないで結構早めに出しちゃってると相手みたいなめっちゃ入ります。さあ、ドリルとウォールブレイカーがないのでスケですね。さあ、ここは受けられていく。相手のダックプリ読みで出してるのよくやりますよね。で、ここ相手ケツペッカしたタイミングなので、あなたコストないよねっていうのでバカぶっぱしてます。バカぶっぱして、で、ここでテスラでね、また受けていきます。マジ攻めればいいですね。変に防衛しようとすると守れないっす。なので攻めてください。攻めてから守ればいいです。で、これボンバーともう守れちゃうんですね。こんなのも意味がわかんないんですけど、全部止まっちゃうんですよ。で、ちょっとね、ちょっと守れないんじゃねとか思うじゃないですか。いや、守れちゃうんですよね。さあ、強すぎて。で、ウォールブレイカーもね、走らせつつ、気づけば、ピタリ賞。いやー、ありがとうございます。というわけで、まあ、本当に、ドリルウォールブレイカー。そして、なんか、守った後のカウンターだったら、バルキリーの逆サイにドリルからの、バルキリーの追加ね、ウォールブレイカーです。出す順番も大事ですね。バルキリーの後ろにウォールブレイカーをつけてからドリルではなくて、バルキリーの逆サイドにドリルを飛ばすと、ドリルに相手が一瞬視野が行くというか、目線が行って対処してくれるんでね、その瞬間にウォールブレイカーを追加すると、やべ、守れねえとなって刺さるので、出す順番とかもね、視野の誘導とかもちょっと大事になってきます。というわけで、あの本当に強いので、皆さんぜひ使ってみてください。ドラゲネ、皆さん最後ラスト頑張りましょう。では、お疲れちゃんでした。またね。